じゃないですかだから男の人にモテちゃってそのせいで女の子にいつも嫌われてたんですわま,ま待ってくださいそこ乾いてますんでとにかくこれを見てくださいさっき話した大事な用事って私が参加してるコミュニティの仲間とのオフ会なんです誰も知らない人達だけど 私にとっては初めてできた友達なんですだから補修になりたくなかったんだはい、うん、でもお断りします補修は怠惰の結果です諦めなさい <laughs> そんなおい